2月、嘘、何2月って4月の26日4時45分でございます。本日もね、まあまあこうやって景色の変わらないところでというか車なんですけど、来ておりますよ。今日は暑いですね。ゴールデンウィーク、イエス、ゴールデンウィークをね、こう、まあある程度休憩や言ってさ、じゃあ休憩行ってきます、車来て、はい今ですみたいな、何もせえへんっていうね。世の中もうゴールデンウィーク、イエス、なんかどっか行きたいんですけどね。で、僕非常に虫が嫌いなんですよ。自分の全財産を払って虫がいなくなるんだったら喜んで出すっていうぐらい虫が嫌で、僕普段自宅の駐車場立中なんですよ。立中、立体駐車場なんていうんですか、ちょっと何が言いたいのか分かんないんですけど、でこの職場のこの止めてるところって結構木に溢れててですね、まあ後ろのその絵でどれだけ分かるか分かんないですけど、まあ民家の間なんですけど、夜にさ、僕の車白いんですよ。ドアに最近ねガーガーたばりついとるんですわ。まあね、勇気がいる。開けて入ってきたらどうしようってね。だから一生懸命待ってってね、車を蹴ったりするんですけど、なかなかあいつらどかないじゃないですかっていうただの愚痴なんですけど、だから次車買い替えるんですよ。昔の動画でパワーウィンドウ壊れたなんて話もねありましたけど、次はちょっと黒い車にしようかなっていうぐらい本当に虫が嫌ですね。だからね、ここにほら、わかりますか、フマキラ常備してます。虫がいたら嫌なんでね、別に大して話すこともないんですよ。話すこともないんですけど、カメラを向けなければ僕はずっとここでポツンとね、パズドラやったりとかさ、ニュース読んだりとかさ、そんなもんなんで、こうやってねカメラを向けて独り言を喋っているわけですよ。たまに隣に車止まってくりゃさ、何喋っとんねこいつと変な目で見られ、それでもこうやって回す。多分この感じのつまらない動画がどん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 増えていくでしょう。ぜひね、そんな本腰入れて見ずに、寝る前、寝れない時、人生に疲れた時、失恋した時、悲しい時、こんなしょうもない人生を送ってる人もおるんやねっていう感じで見てくださいね。最近思ったんですけど、おとぎ話ってあるじゃないですか。理不尽な物語を作ることで有名な昔話、なんか今じゃ誰も発想しないですよね、あんなことね。かぐや姫、すごい綺麗な言い方ですけど、ざっくり言うとエリアンですからね、かぐや姫ってね。なんか暗くなるね、こんな話をしてると。本日以上です。最近思うんですよ、休憩とかさ、こうやって暇でしょう、帰ったら編集しようとかさ、溜まってるやつあげようとか思うんですけど、家帰ったらもうバッタン Q なんすわ。5月病かね、なんでしょうね、そんな感じ。つまんねえよ、どうしようもねえなって思ったら低評価をしてください。そしたらやめます。暑いな。しかし最近でもこのフォントをね、テロップというか、だからすごい縦書きをびっしり書きたいんですよ。なんか飽きてくるとね、新たなことやってみたくなるっていうのが僕なんでね、縦書きをしています。縦書きついでに、じゃあすごい縦書きいっぱい書きましょうかね。ちょっと待ってくださいね。スタバで呪文っていうアプリ知ってます？スタバのなんだろう、こうやってさ、絶対見えないよね多分ね、こういうなんか選べるものになんかトッピングとかをね加えて、なんですか、こうさ、なんて言ったらいいの、なんかトッピングしたいもの適当に選ぶんよ。これでホイップ増量とかさ、バニラシロップ追加とかさ、そうするとですね、縦書きをこっちに出しましょうかね。いきますよ。トールバニラソイエクストラホイップキャラメルフラペティーノ、以上です。はい、ではエンディング用にもう一個呪文でも言っておきますかね。いきますよ。ショートバニラスーパーセントチョコレートソースアドホイップラテ。以上です。